ここは青いゾウムシがたくさんいますね。ほら、お、交尾してる。交尾してますよ。これがチビアオクチブトゾウムシですね。全部チビアオクチブトかな。こっちも交尾してる。君は一人かい？あ、逃げていった。公園でも見れる綺麗な蝶々、ツバメシジミ。どうも皆さんこんにちは、虫もどきです。これ暇だらせせりかな。暇だらせせりだと思うな。こいつはまだ取ったことないわ。やった。うわ、灰色ゲンゴロウだ。こいつです。早いな。早い。これは灰色ゲンゴロウっていうゲンゴロウの仲間ですね。捕まえたいけどちょっと田んぼなんでね、人様の田んぼなんで手は入れないでおきます。うわ、草ガメがおる。田んぼにカメがおりますよ。草ガメだ。うちのよりちょっと大きいな。お、顔を出しました。お前は病気にかかるなよ。スジグロシロチョウが止まってます。綺麗ですね。ツバメシジミを捕まえました。ほら、これはね、ヤマトシジミとちょっと違いますよね。このオレンジの模様と、このちょっととんがってる部分がありますよね。このなんて言えばいい、これ美女突起って言うんですけど、このとんがってる部分、これがついてるのがツバメシジミです。ほら、ちっちゃくて可愛い蝶々ですね。小さいからちょっと持ちづらいんですけど。あ、これ飛んでっちゃうな。手に乗らないかな。ほら、綺麗ですよね。ほら、綺麗な蝶々なんですよ。これ普通種なんですけど、でも随分綺麗な個体ですね。これは全然傷がないです。擦れてる感じがないので、せっかく綺麗なんでこのまま逃がしてやりましょう。じゃあな。カマキリが2匹いますね。どっちもオオカマかな。今帰ろうと思ったんですけど、さっきの田んぼの縁にね、もうすぐそこまで灰色ゲンゴロウが登ってきてたんで捕まえちゃいました。うわ、久しぶりだなこいつ見るの。ほら、灰色のゲンゴロウです。こいつはね、ちょっと持ち帰ってみようかなと思います。持ち帰って飼ってみようかな。シマゲンゴロウとか一緒にまた取ってきて2匹で飼ってみようかな。ちょうどこの間エビちゃんがね、エビの赤ちゃんがお亡くなりになったんですよ。全滅してしまって、で今ちょうど水槽が余ってるんでね、それを使って飼ってみようかなと。水槽というかプラケースですけどね、プラケース使って飼ってみようかなと思います。虫もどきチャンネル。